金がなくて、このままだとあのエミちゃんこのカバン売らなきゃいけなくなった。俺負けたことがない、うん、モンキーターン。ちょっと待って。でなんか申し訳なさそうな顔が1ミリもなかったですね。あかんね、大丈夫大丈夫大丈夫、設定あるから。なんかいいバッグだね。そうでしょ、うん、これでもそれすごい負けたらこれ売らなきゃいけなく売らなきゃいけないのよ。これね高い12万。売りたくない。もう4万で買おう。いやちょっと待ってよ。なんでそんな買い叩くのよ。母さん、聞こえる？聞こえます。これもうすぐ当たるんだけど、お金がなくなっちゃってねえ、ちょっと待って。4枚目ですけど、ね、次必ず締めるんで、必ず締めます。いや、本当にもうそれ以上はもう困るよ、ね、本当困るよ。バルブレイブじゃないもんね、モンキーターンだもんね。いや、そうそうそう、うん、ボリューム上げて本当に負けたくないから。分かってる。あれ？チャンスじゃない？4回目、ジャックチェリーを引いたけど、あ、来た！あった！これがバトルです。よし、やっとバトル来たよ、初めてだよ。で、ベル以上です。リプレイはダメ、リプレイのはずはダメ。ベル以上で抽選してくれる。はい、あ、リプレイでも OK だ。OK、 派生がダメ。わかった。レア役だったらもう確定です。よし、2ゲームしかないのか。 OK、 ベル、はい、もう一回ベルかリプレイ。 OK、 やれることはやった。頼む。 あねえ、もうこの、あ、何回聞いたんやろ今日。動物。あ、でもまた何か引く。あ、4枚目だもんね。2000枚出すのすごい大変そうだけど、この台。そんなことないんだけどね。あの、ちょっと、いや、ボタンをかけ違えてる今は。今はね、はい、うん、すごい500枚出すのもなんか精一杯なんだけど。あ、きちいね。いや、もう分かるよ、確かにもうそこは変に期待も出せないんで、うん、きついよ。さあ、出ちゃえ。きわといって。キョーチェリー行くしかない。キョーチェリー、キョーチェリー、えのきさんだ。いい顔してね、モンキー。何もいいところがないよ。何にもいいところがないけど。さあ、ここか。ああ、青だ。チャンスとか出てほしかった。で、次、レア役、レア役。いやナビ出ちゃった。あるよ、復活も。あるよ。ほら、ほら。なんでこれね、タイミングは一定じゃないのよ。あ、そうなんだ。ベル揃ったじゃん、うんうん、で本来だったらマックスベッドボタン、あの、こう光るんだけど、うん、ずっと光ってなかったの、ね、今光ってなかった。で、復活。やったー、よかった。お母さん、とりあえずよかった。諦めちゃダメだよ。ほんとだね。あるある。お母さん、白だね。うん、白だね。なんだ白。さあ、ここをなんとか。わからない。色がつかなかったらダービーキングかギャンブラーだね。ダービーキングなのかな。でも青の可能性もあるんじゃないの。うん、だってまあこう上がっていけばね。あ、大丈夫、俺は当たり。当たる。いろいろなこうの複合して考えるとこう当たります。
ごいね、親父普通負けないよ。いや負けたんだから33、よし、ここだ。合わせて3万8000か。30のせい、母さんが5000円で頑張ってくれるのがでかいね、ありがたい。いや、ここエキサイティングとかいるんで、ね、もう絶望的だ。弱ラスト、レアク、なんか文字書いてるだけだ。え、なんかバトル全然いかない。うわ、誰が来た？ここで。さあ、また降り。お。え、えのきさんじゃない？えのきだ。えのきさんで勝ちづらいってこと？レア役だね。あ、でも報酬がでかい。いや、頼む頼む。レア役。あー。あー、マジで？通った通った。ベリーグリーン、はい、勝ちました。で、まず報酬決めます。うん、お、いいね、いいね。あ、どれがやるいいの？ V ストック、V ストックで、イエーイ。この中一部で連戦します、うん、あ、連戦はじゃなかった。いや、でもすごい、でもこの白をね、なんとかやりすぎたのはでかい。そうか、母さん終わってんのか、いつ終わってるよでも、プラスだからギリ。そうね、うん、粘って粘って最後に勝てばいいんだもんね。そうね、ほんとそう。あ、一ブル。あ、ほんとだ、見た見た、やっと見た見た、うん、さあこれね、乗って今弱点10乗んないとバトル確定したんだけど、私が負けた道具だ。敵討ち。お願いします。引いた。さあ、カットイン入った。おお。よしよしよし。これか、これができればいいのね。ここは報酬が青なんで、V ストックは難しいかな。ゲーム数、さあ30もらって連戦するかどうかいきます。あー、ダメ、連戦難しいんだ。 25%。 あー、時短引き戻しぐらいか。あ、強チェリー、強チェリー、これ、これ、うん、でかいよ、でかい、でかい。もしかしたら V 速取れるかも、取れるかも。あー、ゲーム数でした。ゲーム数でも200、まあ、でも200いった、でかいでかい、うん、あ、もう AT 出てきたんだけど、こういうこともあるんだ。直撃じゃないかな。直撃、あの、レア役で抽選をしてんの。うんうん、あ、じゃあさっきの強チェリーで高設定でも稀にしかしない。負けらんないね。もうこれはもう母さん上だよ。よし、母さん上を殺さない。いや、もうそろそろ本当になんかちょっとどうにかなってもらわないと。いや、なんていうか、
あ、なにこれ、え、え、え、これ、これこそ、これか、同期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 、何十何期、同期、ちょっと待って、ちょっと待って、母さん、やったよ、やったよ、ついに来たよ、ついに来たよ、大チャンス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 、82期、動物スペシャル以上、当該継続率 80% 以上、動物以上、だから、動物スペシャル、愛知の巨人、もう、この辺と、あ、でも赤だから、だから、動物スペシャル、愛知の巨人、逆襲の帝王、帝王の帝王、ちょっと待って、これすごいね。でも 80% を何回できるかちょっと待ってよ、バカにしないでね、バカにしない、そこそこ 1,2,3,4,5,6 連か、難しいね、うんうん、80% 6連って、でも分かんない、ここかもしれないし、ね、ドクチャーの可能性もあるね。いやー、しびれる、やっと来たよ。でもこれ、まあ大体動物スペシャルか愛知の巨人どっちかだと思った方がいい、うんうんうん、まあ、動物スペシャルだとしても最初の2回は簡単だもんね、うん、はい、大チャンス、よし、ここでやらなきゃもうダメだよ、私は。あー、25%難しいか。でも多いね、上乗せした分、ね、ここはでも母さん大チャンス、よし、2000枚出す。ここでどうにもできなかったらもうどうにもできないまであるよね。ちょっとしまい、もう人生おしまい、そこまでじゃないよ充電器差しながら言うことじゃないよ人の人生充電宣言さ軽々しく言うじゃん。それはあのターニングポイントってあるじゃない、まああるよ、うん、そのうちの一つだと思う、母さん今後の人生を左右するターニングポイントの今これ一つだと思うよ人生かかってるかなかかってないって思いたい気持ちもわかるよ、うん、そんな気持ち背負ってやりたくないって気持ちもわかるけど、でも母さん、かかってるよ、よし、知らないよ俺、え、これ知らないよこれが曲がり間違って単発で終わろうもんなら母さんの人生もうこの後大変だよ、もう風前の灯火になっちゃう、ね、うん、やめてよやめてよ、本当にやめてよ、なんか綺麗に今振ったもんもうなんか回収しそうで怖いよ母さん、いや大丈夫、80だよ、もっとなんかもっとうん、大きく構えてていいと思うな、ずっとこれから老後の心配しながら生きてることになるよ、やめろよ見てくれよ、まだ40だよ、あと60年ぐらい出したら生きるのに、いや頼むよ、本当に頼むよ、勝てるんだから 80%、 あー、あー、いいね、安心ではないけど悪くはない、スタートが重要、際どい、際どい、だが入ってる、うわうわって言わないでほしいな、ちょっともううわはないよね、うん、そうなるよね、そうなるよね、ちょっと待ってよ、ほんと待ってよ、嫌だよ、 80% だよ、またの、またの、厚生年金だからって心配だよね、やめてよ、生々しいよ生々しいって、よし、ああ太いよね、ちょっとこれ押す前にもう厚生年金じゃないもんねいやいやいや、ちょっとねそういう問題じゃない10年ちょいちょいだよね、厚生年金、やめてよ、似た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 笑いながらさだからここしっかり調べた方がいいと思う、私は国民年金ですよ大丈夫、あーよかった、もうちょっとだけ長生きできそうです、ふう、怖い怖い、あ、これ愛知の巨人の親父なんで、うんうん、愛知の巨人っぽいけどね、あ、これね、だとしたら超熱いね、
でも動物スペシャルだとしても次も 80% だもん ね、 ここはね、緑。お、赤になった。まあもう2着だね。持ち家で個人年金かけてるから私もう大丈夫、逃げきた気になってない。ちょっとなってるけど、ね、でも大丈夫、ローンまだ払い切ってないし。ローンも払ってない、うん、これからインフレ、うん、ね、まあ、大変ですよ、職歴もほぼない母さん、母さん、うん、まずいって、何の資格もないしまずいよまずいよ、それはもう冷静に考えたら詰んでるよいやでもこ、ここ、ここ頑張ればどうせ、あ、ちょっと待って、これ大丈夫か、あヒヤヒヤさせる感じだな。でも際どいって言うんだよ。よし、おい、うわー、あー遠くしか、浜岡でいいじゃん、畑野だ、遠くしー、80% 通るよ、通る通る、いやもう転覆しろ遠口大丈夫かな、いやあるあるある、全然ある、全然ある、全然ある、いけ、頑張れ、うわ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 、まずいって母さん、ま、それはまずいって、ピコーンじゃなくてピコーンじゃないよ、やっちゃったな、もう嫌だ、やっちゃった、これはおそらく愛知の巨人だったと思うんだけどね、2連目、あんなのもう1回も引けないよね、頑張るしかないね、懲罰だ俺、なんとかしよう、いやもう母さんがその調子だから、で負けちゃいないから、母さん、そう負けちゃいないんだけど、すっごい大負けしてる気分で、実質負けてるしね、誰かさんのせいで、そんなことよ、ほらブーブーでブーブー言ってレインボーだ、え、ほんとそれでマントも、あのトントンでいいから、82ゲーム378枚、投資は33、うん、1000枚出して、分かった、いやもっと出す、もっと出る、頑張る、お願いします、うわねもうだうわは良くないよ本当にうわなんだよね、浜岡だけど出てきて欲しい時に出てこないな、あいつ浜岡は、え、大丈夫、浜岡って塩だからね、大丈夫かって言ったらダメだよそうだよね、だエキサイティングですね、あーあー来ない、なんかもう道口の顔が見えてるもんな、あっでもな、歩き休めだもんな、頑張ってんだけどな、あれ今開いた、開いちゃった、なんかどっか狙ってたのが開いたっぽくて移動しちゃった、誰もいなくなってる大丈夫かな、角は、角も開いてる、プラスでやめてる俺、それそれのが良くない俺かな、俺じゃあそっちに移動するよ、頼むね、459枚持って
お願いします。体いきます。9ゲームやめでしてる、ね、変わんないもんね。15やめ変わんない。1300倍ぐらいプラスなのかな。多分上位いったね。それ、ま、もしくはいったか、うん、その行くところで負けたか、うんうんうん、ちょっと本気出すわ。お願い母さん、あの、ありがとう。ちょっと負けてるから、ちょっと老後のためにも。って言ってる？違う。あれ？筋トロじゃない？違う。何それ？青島？青島 SG で次。え、取ったの？次、多分。マジで？超ラッキー。え、すごいじゃん。え、これ超ファインプレーじゃないの？すごいファインプレー。やっぱさすがだわ。ありがとう。ちょっとなんとかするわ、ここで。え、今のペンギンみたいなやつってすぐ出てくるもんなの？あの、当たった時だね。だからここにペンギンが取ったっていうのと一緒だと思う。うんうんうん。内部的に取ってる、違うのかなっていう説明だっかな。これ取ったらこうなるんですよっていう。あ、そういうこと？いや、わかんない。いや、でも、え？押しても出てこない？あ、出てきた。あ、なんか説明っぽいって。ただ説明なの？説明っぽい。なんかこれでも出てきた説明。あー、出てきた出てきた。押したら出てきた。マジかよ。あれ、222で始まってる。本当だ。もう一発で入れたい。あまりにあれ、初代ステージってな別に関係ないのか。いやいや、関係あるよ。え、関係ある。当たり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 、うん。いや、しかし軽いね、その台は。軽い。だって本当にAT やれてないのに勝ってるもんね。え、うん、あんなになんか気持ちはめちゃめちゃ負けてるけど白熱。よしよしよし。あ、ここで今日チェリー引いたらどうなるんだろう。ストック抽選とかあるのかな。ないっぽいけどね。 ないっぽいというか引き損っていうのはないとは思うんだけど、変なところで引いちゃった。途中に何かを引いてなんかすごいいい目にあったとかがないな。準備中だったあれなんだけど。あ、変なとこで引いた。まあいいや。164ゲームでこれで、これで本当に音がしないと持ちコインも結構怪しいもん。あ、またアリサちゃんだわ、すごいね。そこだけは、あれ緑、黄色じゃないんだ。緑 66%。 お、いや頼む。3分の2は通るよ。旗の、あ、これは厳しい。4番人気。プッシュしてみて、プッシュ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 。ダメダメだ、今のところきついな。緑だよ、母さん。そうだよ、66あるよね。あー、際どくない。東口じゃない、猪木さんだ。今のところ一つもいいところがない。やばい、絶望的。あ、レアク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 。あー、青いコインが出てきた。マジか。母さん、ん、無言でギター打ってるよ、母さんね。うん、大丈夫ね、不安になる。不安になるよ。ね、不安になるね、母さん大丈夫、ね、全然大丈夫じゃない、ね、なんか
将来の不安に思いながらモンキーターン打ってるように見えるんだけど、なんかこれ、ね、どうやって出すんだろう、ね、母さん大丈夫だよ、大丈夫大丈夫大丈夫、どうやって出すのかもうさっぱりわかんないよ、なんかチャンスだって言ってるな、今日跳馬じゃない、復活でしょ、復活、ほら跳馬だ、だよ、よーし、やるぞ、何行けばいい、ここはリプレイダメ、ベルかレア役、ベルかレア役、あ、レア役だ、か、右下がりベルか、あ、ベル、いいよいいよ、引いてるよ引いてるよ引いてる、10ゲームあっからね、10ゲームあっからね、よいしょ、あ、当たった、やったー、お見事、よかったー、いやー、なんとかなんのかな、もう今日一日もずっとしょぼれんしょぼれんしょぼれん繰り返してるもんな持ち込み、ここら持ち込み、すげえ、ここらで変わんないと、母さん浜岡出てこないでね、あのシナリオの引きはむちゃくちゃいいよ、お母さん、そうだよね、そうなんだよ、むちゃくちゃいいよ、そうシナリオの引きいいのに殺してるっていうのがもう、そうね、待って、あんななんか人が集合してるスタート画面初めて見たもん、あーおじさんあのパパカツじゃねえんだからおじさんやめよ、あ、道口の親父ね、親父ね、親父、はい、愛知の巨人あるよ、あるかな、あるよあるよ、ヒーロースタートとりあえず、あ、緑になった、ほら巨人なんじゃないのこれ、あんのかな、ねえ、ある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 よあるよ、俺も懲罰だ、懲罰？懲罰、なんとか頑張って、4番人気だけど道口さえ出てこなきゃ、おお、よし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 、あ、ナモさんだ、さあ、連絡ボート、うわ、白だ、あ、ダメ、マジか、嘘、ダメなの、それでマジか、とりあえず1個、1個突破した、 OKOKOK、ガモさんか、ダービーキングかギャンブラーか、怖いな、これは大ピンチ、いやー終わったー、あーた、あ、久しぶりです、うわうまい、来たよ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 、さあやるぞ、レア役引けばいいんだよね、あ、やばい、これでもう終わりだ、いけなかった、またコイン出てきた、ダメだ、二連が二連しかしない、いやなかなか苦しい展開ですね、二人ともすごい、投資5000のままでしょ、投資は5000のまま、ジャグラーってみたいな、本当に
ピットンジャグラーっていう見切らないジャグラー、うん、あれなんかいっぱいいるけどダッシュ、おー取った、優秀からまた天国、天国だと思う、すげえじゃん、これをこれなのよ、もうこれもう、あ、ここでなんとかしないとやね、あれ準備中のレア役ってなんだ、あ、ちょっと取りこぼしました、いや全然いい、任務してる、でかい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 、あ、青島だ、いやつげー、青島って何、まああんま変わんないね、変わんないんだ、方位転視さ、つけまい工事以上当該 50% 以上、いやここ突破しなきゃ、大丈夫、いける、3番人気、あー、いけ、えのきさんさえ出てこなければ、あ、あ、えのきさん出てきそうだな、大ピンチ、もう弱い、下手くそすぎる、まだからん、まだからん、マジか、もう下手くそすぎる、いやでもプラってんだもんね、まだね、プラってる、すごい、え？え？なんか俺この台来て470ハマってる、ね、まだ3周目の途中、444が2連続で選ばれてお金がないんだ、出たもう母さん、母さん、俺は必ず親孝行する、必ず必ず親孝行するから、母さんは泥がついてる、すごい泥で汚れてる、これ泥ついてねえよ、どんな目で見てんだよ、泥のついた一枚差しない、これ目の眼鏡についた泥だろうがよ、札にはついてねえよ、あれ入んない、入んない、どうした、あ、もう1000やった、よかった、捨てるんじゃないよ、この先生なんとかして、4枚目、4枚、これ5枚目、これ5枚目で、5枚目か、5枚目、そっか、じゃあ4万、4号を使ってんのか、2人で、そうだね、2人で4号、4号か、2000万で足りる、よしよしよし、こっからグランドスラムだ、もう気引き締めて、もう時間もあんまないし、うん、だ次の当たりが勝負だね、そうだね、よし、また天国である、うわ永遠もすごい、永遠もいいけど、うん、だって永遠も3000枚しか増えるじゃないか、3000枚の台が2台ある、うわで、バルブレイブは3000枚オーバーが1、2、これな、これ7000枚出てる、3、マジで4、あーやめて、もうそれ以上カウントしないで、5、やめて6、6台出てる、6台出てる、6台ある、もうバルブレイブ打ってきゃよかった、バルブレイブ、あのカラクレは、まあ、あんまり出てるけど、ぼちぼちはね、あー今日はバルブレイブかな、あ、何がモンキータンだ、ちょっと俺はモンキータンでほとんど負けてねえって言ってたじゃん、いやちょっと守りに入っちゃったね、あれせいやちゃんも、せいやちゃんもいいね、手前3000枚で開いてき、おう3000枚で開いてきたけど、せいやちゃん俺打っちゃおうかな、打っちゃわないよもういいよこれはダメそう、あれいた、おい、いったじゃん、いったじゃん、さあ天国、よっしゃ、あさあもうここだよ、ここだよ、ここだね、ほんとここ、ほんとにほんとにこれラストチャンスかもしれないもんね、時間的にも、よし、ちょっと水飲もう、
いいよ、なんか飲みたいもん買ってくるよ。いらない？いらない、あるよ。あ、ちょっと待って、まだ何も言ってないかな。言ってるけど、ちょっとまだ言って、言い切ってなかったかな。来い、よし、やるぞ。ほらほら、また橋場だ。むちゃくちゃ強いよ。なんでなんで、このさ、シナリオだけの、シナリオの引きだけは。いや、その引きは、ほんと世界クラスね、うん、他が他はもうチンカスなんだよ。なんかカスの中でも一番嫌なカスなんだけど、もっとゴミクソとか言われた方がマシなんだけど。あ、悪くない悪くない。3番人気でガモンさんと浜岡だ。やれる。俺 V ストック取ったよ。うまい。激走中に。母さんにあげて。大丈夫、浜岡だ、うん、大丈夫、浜岡いけるいける、よしよしよし。畑野くんがいる。あ、いやでも大丈夫、浜岡には負けない。よっしゃー、来たね来たね、やっと来た、上がってきた、やるぞ。よしよっしゃー、よし。あれ、また青島だ。一般戦の帯、2連続、同じキャラ2連続は相当強いんで、うん、青島ってな何したの。青島は、青島ちゃんはね、高一点しさ。あ、じゃあ、おそらく高一点だね。だとしたら次 80%、こういってんだったら、ここは 80% だから。大丈夫大丈夫、よし、来い。ちょっと怪しいぞ、4番人気だ。際どいってやつくれ。おー、つい。それが、エノキと勝負しちゃったら勝ちですよ、うん。で、ガモさん道口、えのきが上にいる。なるほど、じゃあガモ来ちゃうかな。でも、でもだもんね。あ、ガモさん来ちゃったけど、あ、ガモさんに並がってるでしょ。よっしゃー、うまい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 、マジで。よし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 、ほう、一点っぽいだね。ってことは次安心して、うん、ここでストックをいっぱい作れればベストだよね。そうだね。ここをサクサク終えて、うん、4番人気。大丈夫大丈夫、ん、普通に。え、カモさん、どうしたどうしたどうした、一般戦の鬼とかあったことないのかな。なんか勝ちそうにないような気も。またあれ、負けてるぞ。復活はしない。こう言ってんじゃない。間違えた、読み違えた、読み違えてましたね。あー、でもまあ3連した、ほんと下手くそだな。もうお手上げですよ。でもプラってんでしょ。プラってる、すごいよ。
天井で当たりました。あーよかった。 UMC 天井、ね、ジャスト5万円になる。ジャスト5万円合わせて5万5000だ。ただ1000円くれないと、もうない。ちょっと待って、ちょっと待って。1000円札がないのよ。じゃあ貸しとくね。1000札貸して。1000札入れときます。1000札ないの。51。51。51。51。アリサ。ギャンブラーだったら面白いな。ギャンブラーだったら面白い。あの要はレインボー OK で白でこの四足を使って、うんうん、3連までは持っていける、うん、でさらに V 四足を取れれば。キングズイモンキャンで次8割継続、8割以上。よし。黄色のあと赤。黄色青。三頭がまし。つけ前高一点動物スペシャル。愛知の。で動物おやじ出てきたんで愛知の巨人の可能性もある。おお。さあ二戦目若笹川賞。大丈夫。80兆だもんね。おお。さあ、ドリームズが来ました。一番ダメなやつが来てる感じがするけど。赤だぜ。よかった、本当によかった。ああこれ愛知の巨人っぽい。マジで？またどうもしようやし。白。マジで？黄色赤白？白ってことねえだろう。何それ？見てシナリオ見てそっちで。今見てるんだけど、2個目が赤がで黄色以上でしょ？つけまい。付け前だとどうなる？付け前だと緑赤白。あーそれなのかな。こう一点だと緑赤レインボー。動物スペシャル赤赤緑。赤緑。あとは愛知の巨人か。このままでいく付け前っぽくなっちゃうな。だとしたら本当に白。エキサイティングレースは行かない。あーうわー白の4番人気。うわーしんどそう。出たー。いやよく、あー並べちゃった。うわえだーこれ付け前だったんじゃないかな。あんな台じゃないんだよ本当に。いや、母さんが引きが偏りすぎてさ、引き偏ってたね。そう、全部シナリオに行っちゃってて、そう、本当にシナリオ特化すぎる。だってバトル一回も成功しないでしょ。全然だってその、うん、全然成功しないよ。バトルに行ってないでしょ、ほとんど行ってない。あんなんじゃないもん。
バトルに行ってないし、ね、赤では負けるし。でしょ、全速も行ってないでしょ、うん、行ってない。バトル行ってないでしょ、行ってない。赤で負ける、緑で負ける、うん、そりゃ出ないよね。え、そりゃ出ないのは納得なんだけど、でも違うのよ。私はね、エミちゃんは察して負けてないのね。まあそう、ちょい前なのね、うん、ちょい前なんでしょ、うん、2人トータル2000枚ぐらいマイナスなんだけど、8割、9割はあなたですよね。俺5、1使ったからね。使ったからねって言った。いや、あのね、モンキーターンが面白いとこ、うん、面白いっていうのをね、うん、分かってほしくて、ちょっと頑張りすぎた、気負いすぎた。あ、なるほどね。なんで、うん、もうあった、もう今日本当申し訳ないと思ったんで、うん、誓います。うん、絶対に増えるまでやります。これ終わらないんじゃない。終わらなくない。絶対に今日の借りを返してなお、うん、もう利子利息をつけて、つけてプラスになるまで、はい、もう一生モンキーを追い続ける。モンキーです。モンキー夫婦ってことだ。もう、もうちらはもうモンキーズです。モンキーズですか。、はい、野球しそうだけどなんかいいか。まあ、うん、母さんの設定があった、うんうんうん、あれば、うん、やっぱりあれで出せないのやっぱね。なんか違うんだよな、なんかな。だからほら、大事な一戦で、うん、もう大丈夫、打てるよ。本当？あ、打てる、打てる。あの番組で打っちゃっていい？なんとかリーグで打っちゃっていい？打って、打って、打っていいよ。いいかな、私。ガッパガバの目をして、ボートが押しましたみたいな。でも出せば文句ないでしょ。そう、出せば、だって、たこ焼き師ですよね。まあ、もう得意ですね。得意、得意って言ってもいいですよね。押し引きも完璧。ありがとう。うん、もう知らないことないから。押してもね、ちぎってもねえけど。ずっと腰掛けて打つだけなんだけど。まあ、うん、母さん、うん、朝一人で頑張って、うん、モンキー大丈夫、得意者入れていいから。いける、いける。その手には乗らねえよ。